いつから45分睡眠なんですか、だって。45分睡眠ではないです。はい。45分の睡眠で8時間持つんで、1日3回それがあれば、ぶっちゃけ1週間ぐらいは同じぐらいのテンションでいけますよっていう話が、1日に45分しか寝ないっていう話になって、俺がなんか動物の倒し方でそれをポロンって一箇所で言ったことが拾われちゃったんですけど、っていう話です。以前にテレビで1日の睡眠が15分という放送をされても、してないです、そんなことは。睡眠時間は人の寿命が短くなる傾向になるので、それは気になりませんか？なりません。で、俺はまあ45分の睡眠が1日に3回あれば、ずっといけますっていう話はしたことありますけど、1日の睡眠が15分といったことは一度もありません。そしてその睡眠時間は別に短いわけじゃなくて、自分が睡眠するときのデータをひたすら取りまくって、深い睡眠に入りやすい方法を手に入れて、で、45分ぐらい、まあ1時間ぐらいの睡眠取ると、普通の人が7時間ぐらい寝たぐらいのノンレム睡眠を取ることができるっていうような回路になっているので、非常に深い眠りでいる時間が長いと。それを3回ぐらい取るから、普通の人が7時間寝るより、俺が3時間寝た方が全然睡眠が深いっていう、深くて効果が高いっていう状態にあるってことなんですね。だからそういう短い睡眠でも活動できるってことです。あと、起きてる時間を短くしてるってことです。7時間寝て17時間起きてる人より、7時間寝て1時間寝て、7時間寝て1時間寝てる俺は、起きてる時間が半分ぐらいなんで、俺の方が元気ってことで疲れてないってことなんですよ。睡眠時間短いけど、それが深いんで成立できてるってことですね。睡眠時間がもったいないのでショートスリープを身につけたいです。武井さんはショートスリープの達人だと思うのですが、何か訓練されて睡眠時間を短くしていったんでしょうか。武井さん実践された訓練方法などあれば教えていただきたいです。訓練とかじゃないけど、自分の睡眠のデータを取りました。寝て起きた時にだるくなってる日はどんなことが起きてるのか、すっきりしてる日はどんなことが起きてるのか、気温と湿度を部屋の中と外で測ったり、その時に体温、体の測れるとこ全部で測ったりして、そしてその寝る前の活動も、6時間ぐらい遡って全て記入しておいて、起きた時の天候、気圧、湿度、気温とか全部記入して、で、起きた時にどんな格好だったのか、そして表裏どっち向いてたのか、夢は見たのかどうなのかとか、ね、いろいろその書けるものデータ全部記録して、起きてだるい、もうなんか動かないなっていう日をなくしていくように、眠る時のデフォルトの設定をいろいろ変えて、で短い時間でも長い時間でもいろんな時間で睡眠を試して、1時間だったらこういう睡眠がいい、2時間だったらこういう睡眠がいい、3時間だったらこういう睡眠、6時間寝れるんだったらこういう睡眠、8時間寝るとしたらこういう風に睡眠するっていう、それぞれの時間ごとへのアプローチの仕方を自分でデータ化していったので、そういう方法がいいんじゃない？